専攻課程とは教育上の必要性から学科の中を2以上に分けた組織のことである。専攻科とは全く別の制度である。具体的な名称は学科専攻学科専攻課程であるものが多い。日本国内では短期大学における専攻課程について法令に規定がある。短期大学設置基準第三条、第二項においては学科には 教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができると規定されている。学生定員は、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として、学科ごとに、学則で定めるものとされている。なお、大学の学部の学科、課程に置かれる、専攻、専攻課程コース等は、各大学が独自に設けるものであり、学則への記載が、 必ずしも必要であるわけではない。かつて、日本国内の法令においては、大学の学部の学科、家庭へ及び短期大学の学科に専攻家庭を設け得る旨の規定が存在した。大学の学部の学科、家庭をさらに細分化した組織については、1991年に大学設置基準の一部を改正する省令によって規定されなくなった。 ありがとうございます。